川越市立美術館は、埼玉県川越市の川越城、二の丸跡にある、川越市立の美術館。川越市市政施行80周年の事業として、2002年12月1日に、開館した。川越城、二の丸跡にある、川越市立博物館の隣接地にあり、川越の蔵造りの商家のデザインを外観に、取り入れている。小村節隊、主な聖樹。 岩崎勝平、相原九一郎など、川越生まれの画家や、橋本画法、井上康次、森脇運慶など、川越藩の画家、小泉智秀、長沢秀行、内田静馬、久保久下げなど、川越市ゆかりの画家の、日本画、洋画、版画などを展示している常設展示室がある。相原九一郎は記念室がある。斎藤より、寺内万次郎、 池田美希夫など県内多市で活躍した作家の作品も充実しつつあり、平成24年3月現在のコレクション総数は1998点に及ぶ。他にも企画展示室では年5回の特別展を開催している。タッチアートコーナー、パソコンによる収蔵品紹介などの美術情報コーナーもある。美術書なども数多く観光しており、ミュージアムショップもある。 創作室では、デッサン、油彩、水彩、木版画、銅版画などの実技講座を開講、市民に貸し出しも行っている。市民ギャラリーは、市民の誰でも利用でき、観覧は無料。調査、工芸、写真なども展示しており、川越市美術展覧会の出品作も展示される。埼玉県川越市角町2丁目30の1、ありがとうございます。